ロボットコンテスト、通称ロボコン。今から30年以上前に始まったイベントです。決まった赤の現在では高専ロボコン、NHK 学生ロボコン、 ABU ロボコンの3つの大会があり、世界中で盛り上がっています。そして2020年、ついに4つ目のロボコン、小学生ロボコンが始まりました。北は北海道、南は沖縄まで、日本全国から150名以上の小学生が応募。3、2、1、スタート。田山さんがゴール。全国予選会や書類選考を経て、24名のスーパー小学生が出場を決めました。2020年2月上旬、そのスーパー小学生が東京に集結。2台作ってください。初めて会った3人同士でチームを組みました。3番。5日間のワークショップでプログラミングも学びながら、オリジナルのアイデアロボットを作り上げていきます。2は2に、3番は3番のところに、これを上に上げて、しかしワークショップ4日目を終えたところで、新型コロナウイルスの影響により3月の大会実施は延期となってしまいました。ということで、4日目までの途中経過を競技ルールと合わせてご紹介します。小学生たちが挑戦している競技ルールはホテルザムーン。舞台は未来の月面ホテルです。ロボット2台が協力し、月の石に見立てたボールをホテル高層階へ運ぶ競技です。自動ロボットが動けるエリアと、操縦するロボットが動けるエリアにフィールドが分かれています。全8チームそれぞれ独自の作戦を立てています。アイディアを出し合ってトライアンドエラーの繰り返し。一体どんなロボットが作られているのか、全8チームの途中経過がこちら。1チーム目はトリプルクエスチョンマークス。特徴は自分たちと同じくらい背の高いロボット。ショベルをつけてボールを高くまで持ち上げるアイデアです。自動ロボットは横長のショベルで一気にたくさんのボールを拾って運べるようプログラミング。ここで閉めてロックして、そのままこっちまで行って、でここの手動ロボットに直接こうジャーッと。なるほど、壁を越える戦略で。はい。2チーム目は宇宙開発ヤマト。ボールを筒に入れて勢いよく発射。パチンコのような機構で得点するユニークな発想。さらにこの馬のような操縦ロボットはベルトコンベアでボールを高層階へ運べるように工夫。僕たちの操縦ロボはベルトコンベアでボールを上げて、この土地を動かしてかけます。そして自動ロボットはタッチセンサーを駆使して大型ショベルを2つ搭載する計画なんだとか。3チーム目は糖分 100% ジュース。とにかくでかい超巨大な操縦ロボットで
一気に大量得点を目指します。ホテルの位置に合わせて作られたトンネルを通してボールを転がし入れる作戦。そして自動ロボットにはすでに2つのショベルが搭載されていました。僕たちのチームは自動ロボットはシャベル型をで2つをつけました。2つつけた理由は金の石と他の石をなるべく早く取るためです。なるほど。効率よくボールを拾えるように工夫しています。4チーム目はその名も優勝候補。このチームは唯一無二の分離ロボット作戦。きれいに9分割された機構は大量得点を目指し、ボールの回収はこの小さな分離ロボットが頑張ります。ボールを取るのは操縦ロボットではなく、そこにある操縦ロボットから分離する分離ロボットに任せます。完成すればこんな感じで一気に得点できます。仮止めとかする？一方の自動ロボットはショベルを深くして拾ったボールをたくさん貯めておけるようにしました。こっちからまたいで入れる。なるほど。5チーム目は浜由美。わあ、首が長くてキリンみたい。口で餌を食べるようにボールを拾い、高いところに得点できます。自動ロボットはタッチセンサーでスラロームを自立走行。紐でショベルを開閉させることで大量にボールを集めることができます。はいはい、大きく自動ロボットを作りました。その理由はこの幅が入りやすいように大きくしました。6チーム目はワンチーム。計画重視のワンチーム、念入りな作戦会議で選んだ作戦とは？で、あっち行きながら、あれ高さ上げながら行けると前進しながら高さ上げ、やってみる。できるな。紐を使ってリフトのようにボールを拾い上げ、フェンスを一気に越える作戦です。僕たちの手動ロボットは下の部分にモーターをつけて引っ張り上げてボールを置きます。操縦ロボットはこんな柱みたいな形。どんな機構を作るのかは作戦会議が続きます。7チーム目はビルドマスターズ。このチームがこだわったのはこんな形のローラー。2台のロボット両方に使います。自動ロボットはローラーを回してボールを拾い上げる作戦。引っ込んでそっち側もしてできた？あと何だろう、あと90度曲がります。大丈夫、俺もね、あともうすぐで完成しそうだから。そして煙突のような背の高い操縦ロボットにもローラーを装着してボールを上まで運びます。下から順番に操縦ロボットは、アーム型にして、できるだけ高いところにボールが入れるようにしました。最後8チーム目はアイディア満載。チーム名の通りアイディア豊富な機構がたくさん。操縦ロボットはスタイリッシュな台形の骨組みが特徴。さらに輪ゴムを使ってかっこよくボールを運び入れます。入った。輪ゴムの力でいくんだね。自動ロボットにも輪ゴムを活用。
上から覆いかぶせてこんな風にボールを拾うアイデアです。ここにこれついてる。おー、ついてる。ついててこうやればここに入るから。あ、そういうことか。なるほど、面白い。以上、全8チーム多彩なアイデアのロボットが誕生しようとしています。大会は延期となってしまいましたが、ロボット作りの続き、そして大会本番は2020年の夏休みを目指しています。皆さん、応援をよろしくお願いします。そして小学生のみんな、頑張れ。